どうもこんにちは。今回はですね、こちら東京じゃないですね、横浜駅から日本橋ですね。日本橋も割と簡単に行けますよね。京急で行ってそのまま直通で浅草線に入っちゃうともう1本で行けるっていう感じですね。日本橋駅は D2 出口から出るとこんな感じですね。そのまままっすぐ行ってセブンイレブンのところで曲がってこの細い道に入っていくと。でそしたらもうこの通り沿いなんで簡単ですね。はい、場所はすごく分かりやすかったなという感じでございます。はい、こちらですね。今回行ってきたのは、新しくオープンしました、茅場町にオープンしたベーカリーバンクというパン屋さんですね。はい、でもうなんか外からなんですかね、このおしゃれな感じっていうか、はい、でかなりあれなんですよ、話題のお店なんですけど、特に行列ができてるわけでもなく、はい、平日の12時46分、さらっと入店という感じですね。で入店すると買うところでも特に待ってる人がいるわけじゃないんですよ。はい、なんでさらっとこう見てで、まあ実際にどうなんかなっていうところなんですけど、このパン屋さんとして商品数がそんなに多いわけではないですね。今ちょうど見てるのがこのチーズルージュっていうのがクリームチーズをまあインしてやるんですよね。680円、ちょっとあれですね、高めな設定といいますか、あんクロって書いてありますから、クロワッサンにあんこが入ってるんですかね。うん、違う、これチョコクロのあんこバージョンっていうことなんですかね。まあどっちにしてもそういった、サクッと生地の中にあんこが入ってるんですよね。これが500円、フレンチトーストで520円って割とそうですよね、ちょっと高めな設定ですね。今回買ってきたのはフォカッチャ、ローズマリーとトマトのフォカッチャが440円ですね。でこれ迷ったんですよ。シナモンロールが400円、クイニーアマンが460円で、ニューって書いてあってクレームアマンですね。 EASE 特注のカスタードクリームが入ったクイニーアマンって書いてありますね。 EASE なんだろう、これが600円だ。割とちょっと高めな設定ではあるんですよね。はい、でイートインスペースみたいなカフェスペースっていうんですかね、がテーブル2席だけで、この入って右側にこのベーカリーバンクなんですけど、左側は、ビストロなんですって。でその左側のビストロでここのパンを食べられるっていうわけではないんですよ。なんですけどこうなんかこう一体感がある感じなんですよね。はい、系列店なんですかね、どうなんでしょうね。でも系列だったらここのパンを出してるビストロですみたいな感じであってもいいじゃないですか。なんかどうやらそういうことではないみたいなんですね。ただそのビストロもほぼなんか満席みたいな感じで見れたんですけど、そこがなんかパンに合うお料理を出しているみたいなことは言ってましたかね。はこんな感じで、ちょっとしたイートインスペースというかテーブルのところが2テーブルあって、あとコーヒーとかもあったんですけど、確かねドリンクが若干結構いい金額するかな。はい、その辺はウェブ上に載せておきますので、そちらを見ていただければなというふうに思います。何せそんなにたくさんあったわけじゃないです。サンドイッチもあったんですけど、フォカッチャを使ったサンドイッチが1種類みたいな感じでしたかね。はあとあんバターがあったりとかです。でこのベーカリーバンクのバンクっていう名前のなんか全粒粉のパンみたいなのがあったんですけど、それも割といい金額するんですよ。はい、ハーフで1000円ぐらいしたのかな。はで、こちらが、地下のお店なんですけど、なんかこういい感じのこうカフェっぽい感じですよね。で奥には地
下の奥にはドライフラワーのお店っぽいのがあって、うん、ちょっと暗がりなんですよ。だからちょっとピントも合わないっていうね、はい、こんな感じで、うん、なんかこう一体感のある感じではあるんですけどね、はい、ちょっと変わったこうこれ外なんですけどね、お店の外にお店の店頭ですねにこんな感じのオブジェがあって、ビストロ、フラワー、ベーカリー、コーヒーバーって書いてありますね。だからこれ多分同じ系列なのかな、どうなんですかね、はあ、という感じで、でこのちょっとこの地下行った時も壁のところこれ気になったんですけど、これよく見るとアンカーシンとか書いてあるんですよ。いわゆる打ちっぱなしなんですね、壁が。なんで、あ、まあそういうのもおしゃれじゃないですか。なんですけど外出ると外のここも、え、これ途中なの、これ作ってる最中なのみたいな感じで、まあ、それもかっこいい感じなのかな。これでも右にはこれカラコンあるじゃないですか。ここになんか資材が置いてあったんで、いや作ってる途中なのかな。でもな、店内はまあそんなのどうでもいいですね。はい、ということで行ってきましたという感じです。これはもう帰ってきてるところですね。なんか品川駅がいろいろやってたんで、品川駅これからどん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 大きくなってくるんですかね。はい、こんな感じでやってました。はい、ということで買ってきたのが今回この3点ですね。ほら、あのさっきの外観のところにあった木のやつがもう袋にデザインされてるんですよ。ちょっとかっこいいですよね。はい、こちらがそのニューのクリームパン、クイニーアマンの中にクリームが入ったクリームパンみたいな感じですね。はい、こんな感じで、なんか一輪挿しみたいな感じですよね、はい、っていうのと、こちらがフォッカッチャですね。こんな感じで、ローズマリーとトマトのフォッカッチャです。あの普通のプレーンのフォカッチャも売ってますよね。あとクロワッサンです。こんな感じでね、はい、で クロワッサンとフォカッチャはちょっと後ほど楽しみとして、今とりあえずそのクイニーアマンに、クリームが入ったのを食べようということでカットしたんですけど、もう外がこうカラメリゼされてるんですか、ザクザクという感じで切れていく感じですね。でギュッとしてますよね、かなりパンが。でその中に対してクリームがこうズワーッと入ってるっていう感じですね。結構たっぷりなイメージです。こんな感じですね、はい、ギュッと詰まった感じで、で外がやっぱりそのカラメリゼされてるところが結構層が厚くてガリッガリッって食べていく感じですね。で中も詰まっていて、でまたこのクリームが濃厚で美味しかったですね、はあ、しっかり甘いです。しっかり甘い、クイニーアマンっていう感じですね。クリームも濃厚でいいですね。いや、苦いコーヒーに合わせたいという感じの美味しいクロワッサンとフォカッチャもぜひこの後食べてみたいと思います。ちょっと先行してもういろいろ見てきたよというところでございます。これね、クレームアマンっていうやつですね、だからあんまり それほど種類はなかったんですよ。スペースとしてはここから見えるところので1,2,3,4,5種類6種類ぐらいあるんですけど、それの反対側に同じぐらい6種類7種類もうちょっとあったかな。だから全部で多分20種類ないぐらいなんじゃないかな。まあもちろん行った時間帯とかによっていろいろあったりなかったりとかっていうのもあるとは思うんですけど、あとレジのところでジャムがいろいろ売ってましたねっていう感じでございました。いや落ち着いた雰囲気ですごくいいですね。あのイートインスペースで食べたいなっていう感じもあったし、その隣のビストロで食べたいなっていう感じもあったし、下のカフェでコーヒーしたいなっていう感じもあったし、はい、
そこでこのパンを食べたいかなっていう感じもあったんですけどね。はい、まあ、あのとてもおしゃれな感じの、はい、お店でした。以上です。参考になれば嬉しいです。はい、今後ともよろしくお願いします。以上です。